83MHz アイアンドライFMをお楽しみ皆さん、第1週パーソナリティの川端龍太です。こんにちは。6月2日夜11時からになりまして、相撲、日本の国技である相撲について、数女というらしいんですが、相撲大好き女子のことを数女というらしいんですが、その数女代表の海田美穂さんとともに相撲の秘密について語ってもらってますので、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、ということで非常に楽しい時間を過ごしていたんですけれども、あっという間すぎて、相撲の魅力はこんなもんじゃない、私の口から伝えたい、だからまた話したいと思います。待っててください。今日ラジオの中ではちょっと触れられなかったんですが、はい、このカードとかこのタオルとか、もういろいろ触れたいものはたくさんあったということなので、ちょっと番組番外編みたいな形でちょっとね、動画に収めていきたいと思います。すいません、はい、ありがとうございます。端的にお願いします。あんま長いとね、私編集が大変なんで。あ、確かに、はい、そうですね、はい。まあ、これなんか野球カード、うん、多分野球チップスみたいなのあると思うんですけど、はい、それと同じような感じで、え、キラとかもあるんですか。キあと、これ言うたらこれキラキラあ、ごめんごめんごめんこういうカードがあって、はい、本当にあのお気に入りの力士とかが出た時のテンションすごいですねリアルにこれ稀勢の里出た時えって、女子でもそういうカードとか集めるもんなんですかって思ったんですよ、はいはい、はまっ鼻水ではまっちゃって毎場所買ってます私マジですか、はい、あの両国でやる時だけなんですけど、あ、はい、なるほど、私が買うのはそこだけなんですが、これで稀勢の里とかですね、おすすめしたいですね、阿炎とかですね、はい、あ、映ってないですね、すいませんじゃあこういうカードもあるということでね。そうです、はい、他には何かありました、か話しきれなかったやつ、あれですね、千代の富士関って言っていいのかな、分かんないですけど、はい、千代の富士が本当に大好きになってですね、その千代の富士の人生について作ってある映画ドラマですね、がありまして、それですね、2時間の4本だったか8本だったか忘れたんですけど、それを全部見たんですね、はい、それもぜひ見ていただきたいということで番外編でしたラジオ聞いてね。